どうもー、タムヤンです。秘境の森続きやっていきたいと思います。早いですね。もう11日経ちましたか。さあ、全くの互角の状態、生産力はね、続きやっていきたいと思います。まずね、隠密部隊、この人来る場所間違えました。来る場所間違ったついでにここ占領していきますかね。ここをね、この田舎村ミッション与えられてんのにね、ついてきてしまったんですよね。そしてまさかのね、森を通過できないのを忘れて作ってしまった補給車、補給車自体が補給を求めております。どうしたらいいんだよこれ。役に立たないから弾よけぐらいにしかならないですね。この歩兵貪欲ですね。さらにこっちに向かってきてますけど、まずこのこいつ倒そうか。空港までは占領させないぞ。対空戦車、防衛のために作りました。そしてさらにね、この田舎町重要と見た私はもう1台対空戦車を向かわせております。ゴズメでね、何かが飛んできても対応できるように。まあ、あの将来的にはね、戦闘機とか爆撃機も来ると思うんだよね、南に。なので2台体制でいきたいと思います。そして対空戦車、この戦闘ヘリ撃ち落としたいけど届かない。どうしよっかなこれ。まあでも肉を切らせて骨を断つかな。戦闘ヘリが軽戦車を攻撃したら対空戦車で撃破しようかな。そんな感じでいくか。行こう。ガソリンも少ないけど。そしてここ間違いなく防衛しないとな。どうしようかなこれ。この歩兵でこの歩兵を倒してしまえれば、ここ占領に行けるんだよね、このターンで。そうしよう、行け。よし、いいゴズメだ。ゴズメって信長の野望とか戦国時代の言葉かもしれないけど、使わせていただきます。で、軽戦車はね、回復したいんですよね。どうしようかな、これ占領しに来るでしょ、ここ開けたら。だからわざと開けようかな。で、回復を優先。うん、占領。そして相手の先陣は対空戦車迎え撃ってやろうじゃないか、新型戦車で。よし、あ、効率よく占領できてる、いいね。で、兵員輸送車はここあくまでここね、この町とこの大都市と本部をつなぐ輸送役に徹しましょうか。この森を越えるね、この2大体制で。ガソリン、兵員輸送車のガソリンを考えながら、ここまで行けばこのターンで乗せられる。 OK。 失礼、中型戦車さらに行く。そしてロケット砲ですね、この大都市に研究所のね、配備する予定。うん、あくまでまだまだ戦車作っていきたいと思います。中型戦車作れるね、いいね、作っちゃおうか。中戦車と歩兵かな。もう歩兵これぐらいで最後にしようかな。戦闘工兵に切り替えようかな。これから戦闘が激化すると思うんだよね。占領よりも今度はこれ、はい、忘れもんないね。今度はね、
軽車両とか車両系と戦うことを想定した戦闘工兵部隊を作りましょうかね。戦闘ヘリが歩兵撃ってきた。あ、占領しようとしてる歩兵を優先したか。 OK。 さあ各地で我が軍が勝利してますよ。いい感じですよ。何作る？対空ミサイル。またあの対空ミサイル多分最後まで本部から動かない系なんだろうね。さあここ占領。はい、来たねこいつ歩兵。あ、またこいつ来た。こっち占領しに来たのか。行け。あー、一体やられた。マジか。こいつどうしようかな。待機でいっか。待機というより無視するか。無視してこっちは進みましょうかね。あ、でも占領されるか。そうしたらじゃあ待機だね。はい。で待機よりこの位置で攻撃したらいいか。じゃあ街入れないもんね。攻撃しよう。負けると思うけど、うえーあ、全滅はしたくないな、これ。やばいな。攻撃しない方がよかったな。山本将軍を侮ってましたね。さあ、対空戦車到着。戦闘ヘリを追いかける。軽戦車も到着。よし、倒しました。これやば。これ歩兵無駄にしたくないですね。あの無駄に死にたくない。ここは退却しよう。どうしよう。これ占領するか。占領してで軽戦車はもうこう橋渡ってこっち、ここを防衛ラインにしてね、行きたいんで、なるべくちょっと早くこっち行こう。さあ、そして占領状況を見ましょう。おー、我が軍の方が5000収入多いですよ。これは大きい。さあ、そしてここ防衛開始ですね。新型戦車1台では厳しいな。これ5詰めが来たら厳しいね。早く後方からどんどんね、車両系。あ、ちょっと待って、ロケット砲無理でーす。そうか、無理か。これロケット砲なしでこのマップクリアしないといけないの。どっか抜け道ないかい。ないよね。山も無理だし。あ、でもね、こっから撃てますね。ロケット。そうか。こっから間接射程で撃つっていうのはありますね。贅沢な装備品。ロケット砲。ということで、ここの田舎町の方が贅沢ですね。そうか。森を越せないの結構あるね。ちょっと待って、森、自走砲は？あ、自走砲はいけるんだ。なるほどね。ロケット砲は本当に移動がね、厳しいもんね。そうですか。じゃあ、自走砲作ろうかな。
ったな。参りましたね。作りますか、実装法。改めて7000、はい、7000作ります。で、こっから戦闘工兵作り始めます。以上でいいかな。この工兵どうしようかな。まあこれ以上前に行く必要ないんだよね。車両系が頑張って倒して、あ、こいつ倒したいな、この歩兵ねえ。軽戦車とか身軽なやつもっともっと欲しいね。車両系をやっぱどんどん作らないと。ん、忘れ物はないかな。ないね。ロケット砲は誤算だったな。前回のあの補給車に続いてね、森を抜けられないっていう。まあミッションとすればね、研究所占領ミッション、第一ミッション成功。第二ミッション、田舎町隠密占領作戦、今進行中ですね。そして第三ミッション、地上部隊を、主力メイン部隊をね、研究所に到着させるというミッションですね。そしてその地上部隊メインミッション、ここにね、この周辺に我が軍のね、地上部隊を集結させたいと思います。で、それさえすればここにね、ここを占領するのがもう見えてくるという。で、ここさえ占領すればね、この大都市もうゴールは目の前でしょう。うん、そんな感じでいきたいと思います。あれ、あー、貴重な歩兵がやられてしまった。マジかー。歩兵補給ですね、これ。歩兵補給、ちょっと今度は2人連れていこうか。田舎町、田舎村ミッションもあるしね。参った、こいつ腹立つな。対空戦車がね、時間取られてたからだよ。でもこの対空戦車はしっかり守ってくれてます。ただ占領されてるから、これ一刻も早くね、取り戻したいよね、この2つね。まあ、いったな。これとどめさそうかな。これだいぶ足止めされましたね。で、これダメージ受けたらまた回復、占領も遅れるしね。まあ、いった、補給車補給。ロケット砲。あ、2本しか進めない、マジか。ちょっと待ってね、これがここだね。あ、間違った間違った間違った、危ない危ない。どうしよう、歩兵で一応壁を作ろうかな。ここの占領、これ回復した方がいいな、この歩兵はな。で、こっちの歩兵もう一体こっちに寄せようか。で、これ待ち、あ、戦闘ヘリ、どこまで来てるのか。やばい、ガソリンがギリギリだ。どんどん逃げていく戦闘ヘリ、厄介ですねこれ。うーん、攻撃しても勝てないと思うしね。これ待機かな。新型車両無傷だから、あ、自走砲を攻撃するのは嫌だな。攻撃されるのは待機ですね。こうかな。兵員輸送車また戻って、ガソリンはどうだい。ちょっと補給しようか、ガソリン。補給車がここにいてくれたらね、まったく。で、こうで、で、戦闘工兵、
戦闘工兵こそ兵員輸送車に乗せてほしい。こうかな。で実装こう渡れるよね、実装法はね、次のターンね、はい。さあ何作ろうか。ロケット砲じゃないものを作ろうあ、中型戦車忘れてた。中型戦車もっともっと欲しいね。作ろう中型戦車。軽戦車よりも贅沢にね。あ、軽戦車一気に作るっていう手もあるな。ここ作ろうか、軽戦車3台作っちゃいましょう。はい、終了。あ、ついにあの貴重な砲兵が到着しましたね、イエロー軍。大都市に歩兵をもうちょっと送り込んだらよかったのにね。山本将軍ね、南に5部隊も歩兵送ったから、歩兵の数は足りてるんだけどバランスが悪かったね。見事その南の歩兵部隊を蹴散らしましたからね。最後補給車迎えに行ってやった方がいい。あ、こっちのこいつを補給してやらないとな。はい、補給仕事しました。これは回復してから行くか。いや、もう行こう。敵はまだまだ来ない。で、対空戦車と。いや、贅沢な守備ですよ。で、中型戦車。回復中。さあ、前線ですけど。あ、自走砲が矢面に立って、なんだこの守備隊形。突っ込みましょう。新型戦車単独で。チャンス到来って感じで軽戦車ちょっとガソリン補給してから行きたいな。あ、やば、戦闘ヘリちょっと補給しようかな。ガソリンね、ここで一旦補給で占領しに来ました。あ、歩兵が降りてきた。よし、占領できました。飛行場、これはこいつでやっつけるか。おい、輸送ヘリに乗ってきたんだね。蹴散らしてやるぜ。回復しながらね、蹴散らしてやりましょう。ここは一旦ガソリン補給かな。無理せずね。はい、みんな回復できてる。兵部隊、あ、ここもちょっと取りに行きたいね、一個ね。この町、この町取ってしまおう。この町を取るミッションに歩兵をちょっと連れて行きましょうか。よっと、まあ歩兵の数はもう足りてるから戦闘工兵が欲しいな。兵員輸送車、よろしく頼むぜ。もうこの歩兵は徒歩で行かせろ。欲しいのは戦闘工兵だ。さあ、自走砲森抜けれます。そして軽戦車3台派遣します。そして田舎町ミッションに歩兵を送り込みましょう。さあ、17,000、状況も何度も確認しますけど、今回、6000差ついてますね。19000、実装砲かな。さらに実装砲、戦闘工兵、実装砲実装砲作りすぎかもしれんけど、言いましょう。こいつ回復中、兵員輸送車、まあ、ちょっと戦闘工兵を迎えに行こう。 OK かな、みんな。
はい、終了。やっと1個占領しましたね。あ、抽選者が来ましたよ。でもね、我が軍の新型戦車には勝てんよね。戦闘ヘリ退却していった。輸送車も逃げた。対空戦車に恐れをなしたんでしょうね。だから相手の司令部から歩兵、戦闘工兵が降りてきてもね、それだけではやられない体制取ってるから。一番怖かったのはね、空軍ですけどね、敵の。まあそれだけの生産力を与えてないから、今んとこ作戦はうまくいってると言えますよね。さあ、この黄色の都市をね、次のターン奪ってやりますよ。あ、しまった。ガソリン補給した、補給したね。はい。あ、自分のガソリンがない。補給。はい。そして中型戦車、さあ、そしてこのマッチ取りに行きたいけど、あ、その前に自分とこの占領、あ、まだか。うん、厳しい。対空戦車、ガソリン補給完了。そして歩兵もやっつける。なかなか使い勝手がいいよね、対空戦車。戦闘兵でも蹴散らせてるし。さあ、で、空港では歩兵は回復しないんだよね。この戦車も回復してない。さあ、新型戦車どうしよう。周りには特に脅威となるやつはいない。中型戦車がいるか。これ以上前に行くのはちょっと勇み足ってもんだよな。一旦戻るか。でも自走砲仕留めてからにするか。結局行くんかい、新型戦車。このね、砲兵を倒したい、新型戦車で。じゃあもう圧倒的有利になりますよね、あの歩兵一体。もうここに待ってる意味はないね。前線をあの前に上げましょう。こっちに行こうかな。いずれここは取れるから。ここちょっとリスキーなんだよね。ロケット砲とか、この町ね、この町1個ぐらい別にあんまり刺激しない方がいいかも。うん、まあでもこっち分散しとくか。はい。そして戦闘工兵を連れてきてほしいので、ここで乗せます。あ、しまった、ミスですね。失敗しましたね。皆さん分かります？こいつこっちの方を、こっちにやったらよかったな。しまった。あ、これここにしようか。一緒か。なんか一旦損しましたね。実装法。さあ、軽戦車3兄弟、そして実装法も3兄弟になりましたね。スリーマンセルですね。歩兵歩いていけ。はい。そして18,000、どうしようか。あ、重戦車作れる、作りましょうかね。重戦車、もうなんだろう、地上部隊のファイナルぐらいでな感じかな。異常なし。はい、終了。重戦車、新型戦車は生産できませんからね。敵の中戦車が来ました。でも中戦車では私を止められない、新型戦車。結構燃料とか弾数も多いんだよね。これ以上の進軍はちょっと ガス欠になる可能性がありますね。一旦退却かな、無理せず。新型戦車、歩兵倒したかったけど。自走砲作った、戦闘工兵。おお。いや、空軍を作らないのはありがたい。敵のね、敵が。
さあちょっとケーキ前に一歩出ようかな。でここ占領とロケット砲を迎えに行きましょうかね、補給車はね。はい、さあ隠密部隊に歩兵追加派兵、どうしようこれ。新型戦車行くか、歩兵倒しに。ガソリン60、いけるな、行こうか、行けー、突撃、命尽き果てようとも歩兵を全部倒す、それがミッションだ。ということで親分が行ってしまったので後続も追いかけましょう。どこ行った戦闘ヘリ、あそこまで戻ったか。生きて返してしまいましたね。対空戦車はどっちかというとこの司令部方面を警戒した方がいいよね、飛んでくるからこの辺で警戒。まだ次のターンか、この占領。こいつ回復中、こいつも回復中。中型戦車到着。いや順調順調。さあ団子三兄弟チーム行け。やはり地上部隊を連れていかないと勝利はできないっていうのを前の前のマップで学びましたねでこれで歩兵が進んでからの戦闘歩兵を送り込む。どうしようこれ、下ろした方がいいのかな。もう一旦行った方がいいか。でこれもここかな。でこうですね、戦闘歩兵を作らなくてもいいぐらいなんか余裕が出てきましたね。でも作っとこう。もう重戦車作ったし、あともう一個ぐらい対空戦車作っとくか。はい、これでね、あとはもう戦闘工兵作り続けて空軍作り始める感じですかね。ここからは相手の対空戦車をやっつけないといけないけどね。地上部隊が対空戦車をやっつけてくれたら爆撃機呼べるんだよね。いやワクワクしますね。今回はこのターンで終わりたいと思います。ワクワクしますね。ついに我が軍空軍設立、次回お楽しみに。さよならー。